ごめんなさい、エアポッツにつないじゃってた。ごめんなさい、エアポッツつなぎっぱなしでした、携帯と。すいません、急いでましたので。ごめんごめん、みんなごめん。ただいま。じゃあ私が今喋ってたこと、私みんな何も把握してないの？野村美代、私野村美代はあとちょっとで18歳になります。なので前夜祭半目で止まってた。やだやだ、それはあのスクショ禁止。載せていいスクショは可愛いスクショだけですからね、皆さん。でちょっと帰ってきたばっかなんですけど、ちょっと夜ご飯食べるから付き合って。17歳があとちょっとで終わっちゃうんです。今日はオンラインお話し会でした。ありがとうございました。楽しかったです。今日なんか私 AKB の方のそういうイベントは大体一部制なんですけど、なんかちょっと前まで二部制だったんですけど、一部制になっちゃってて最近。そうだから、でもその一部制だとその一部の中に、お母さんラーメンすする音聞こえすぎ。うん、それしょうがない。一部の中にそのたくさんファンの方が会いに来てくださるんですけど、ちょっと AKB のファンの握手会もたくさんの人に会えるように頑張ろうって思います。ゆうちゃんこんばんは、ありがとう。待って、今日の夕飯紹介。パスタ、ちょっと崩しちゃった、ごめんなさい。パスタです。月末は忙しい。え、月末は忙しい。はい、ダッシュできました、ありがとう。私もダッシュで始めたから、寒さで前髪がぺったんこになっちゃったな。これセブンイレブンですよ、うん、美味しいです。みんな今日生誕グッズとかさ、ブブカとか届いてましたね。お話し会の時に後ろに置いてるファンの人だったりとか、グッズ着てくれてるファンの人とかいてくれて嬉しかったです。そう、私まだ10時までしか配信できないからさ、18歳になるぞーって言って配信切れないんだよね。そう、カウントダウンしたいのに。でもカウントダウンしてなった瞬間切れるよね。へえ、できるの？カウントダウン配信みたいな。許可得ればできるのかな。ブブが来ない？そのうち来ますよ。お母さんも今ご飯食べてるので、ちょっと咀嚼音苦手な方すみません。あ、申請したんだ、やっぱりすごいね。いや、やらないです。配信系もダメなので、年齢的にインスタライブもダメなので、できないので SNS かな、 Twitter で12時にちょうどにつぶやくぐらいはできるので、起きてたらする。多分起きてると思うけど。でもこれ17歳最後のそうだよ、17歳最後のショールームだし、17歳最後のイベントに来てくださった方もいらっしゃったんですけど、本当に17歳最後の私が見られるのはここです。誕生日は8期とか連絡来ると思います。ありがたいですね、毎年みんなが連絡をくれて。いただきます。うん、うまっ、ハート、ありがとうございます。さあ、前夜祭みんな盛り上がっていきましょう。やばい、歯にパスタついてたかも。18歳になると制限なくなるの？いや
よ。多分高校卒業しないとなくならないかな。あ、755見なきゃ。17歳の私に言っておきたいことあったら言う、今のうちだよって書いといたんで、やじこめ見ますね後で。パスタでもちょっとパスタ食べてるとこブスだから、うつさんとこ。うまっ。私めっちゃ好きなのこれ、ミートソースパスタ。美味しいの。うん、何で今口の周りにつくかな。さあ、あ、星ありがとうございます。アイテムもねありがとうございます。ハートだったりとかクラッカーだったりとか嬉しいです。やばい、17歳最後か。なんか早いですね、とっても早いです。チーズかけない、チーズかけてないですね。チーズもカロリーだなのでね。私コンビニ飯割と好きで、コンビニで生きてるみたいなとこある。パスタ、ないの？だってお母さん仕事だったもん。ちなみに2月生まれが一緒で身長も一緒なんです、みよまるちゃんと。うん？本当に？本当？嬉しい。うん、かわいい。とクラッカーありがとう。みよちゃん大好き。私も好き。ありがとう。コンビニ飯本当好きで。新商品出ると本当に随時チェックしてるんですよ。大好きです。私の牛丼好きはコンビニ飯から始まったんですよ。セブンはブリトーが好きです。私も好きです。わかる。ローソンも大好き。唐揚げくんがめっちゃ好きで、私一時期唐揚げくんばっか食べてた。あとスイーツですね。もうローソンはスイーツが優勝してます。マカロンが好きです。うまっ。セブンのスイーツもうまいよね。お話し会の時に目線一緒やと思う。ヒールとか履かなかったらどうだろう。分かんないな、何履くかな。セブンのエクレア、エクレアお母さん好きだよね、うん、ね。お母さんはいつもエクレアかプチシュー買ってる。エクレア好きだけど、うん、すごいなんか罪悪感あれを買っちゃうとすごい罪悪感を感じる、うん、なんか大きいじゃん。うん、大きいね。結構、うん、結構こんなもん。ちっちゃいシュークリームにしていこうかなみたいな。プチシューね。でもあれも数あるから一緒やでマジで。太らないのがすごいだって。多分その分動いてるからだよね。どうなんだろう。ってか普通にイカ水なんですよ。そうだからご飯食べた後めっちゃ下っ腹出るけどすぐ消化されますね。素敵な罪悪感、素敵な罪悪感だって。よっぽどお腹が空いてよっぽど甘いものが食べたい時にしか買わない。最高だな。
うわぁ、綺麗なリップ。これいくらで売れるか売らんけど。カメハララブ、ありがとう。牛乳飲みたいな。ムーかセブンに取りに行かなきゃ。行ってください。私もまだ見てないんだけど、ちょっと楽しみなんだ。ちょっとね、あのファンの人がそのお話し会、今日のお話し会の時に後ろにブブが飾ってたので、え、中身見して中身見してって言って見せてもらったけど、画質が悪くて全部は見えなかったんですけど、もう雰囲気だけでもかっこよかったのでちょっと満足してる。え、中にも写真あると思う。あったあった、めっちゃあった、かっこよかった。あとね、ナーヤンのグラビア見してくれたよ。なんならブラックパールよりも先、ブラックパールよりも先に見て、ナーヤンのグラビアって言って見せられた。ありがとう。見たかったから普通に。嬉しかった。ブラックパールの衣装めっちゃ似合ってる。ありがとうございます。みんなさ、おでこがいいって言ってくれるんだよね。あれ衣装も可愛いよね。私のあ、ごめんなさいって言ってる。いいんですよ。あの私のファンの人とのお話し会はなかなか面白いと思いますよ。なんかやってて思うもん。なんか周りよりもなんかめっちゃ笑ってる気がする。ずっと。だから周りのメンバーに笑い声うるさくないかなっていつも気使っちゃう。ナーヤンってすごいおっぱいあった。びっくりした。ほんと、うん、ツイッター見た。ナーヤンの見ない。ちゃんとおっぱいあったんだけど。あの顔で、あの顔でっていうか、ういう私はあのなんていうの、結構子供っぽいイメージだったの、ナーヤンって。華奢に見えるよ。そう、華奢だし、うん、なんかあんまり露出しなさそうな顔してるじゃん。わかる？私はそういうイメージなの。なんかもうなんていうの、ガラスの心を持った少女みたいな顔をしてるっていうイメージだったね。かっこいいイメージだったから、なんかびっくりした。ブスとかそういうことじゃないよ。かわいいよ、当たり前じゃん。かわいいんだけど、なんか水着のイメージがなさすぎてちょっと意外だった。そんな、なんていうの、なんていうのかな、自分からそういうことをするようなタイプに見えないっていうこと。そう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 、びっくりしました。おとなしい感じってこと。ナーヤン可愛いですって。意外でした、うん、絶景でしたねって言ってる。いやマジで絶景だった。あのブラックパールも見てくださいね、お願いします。あの顔でって言ってるから、そうじゃないよね。違う違う、すいません、あの日本語ってむずいね、すいません、うん、あの雰囲気でって言えばよかった。そうそうそう。ナヤンとは普段話すの？一回お仕事で一緒に鬼滅の刃見に行きました。そうそう、そこから普通に話しますよ。チーム S になったので。ナヤン、やばい、パスタ止まらん。おいしい。あ、テレビブロスのインタビュー読んだ。あれオフショット載せるね、待っててください。ちょっと落ち着いたら載せる。みよちゃんは水着グラビアに興味ありますか？いや興味津々よ。興味津々で、自分がやるやらないは置いといて、とりあえず興味はある。そうですよ、それはみんなも一緒でしょ。え、もしかしてこっちゃんの配信これ最後？今日最後？もしかして、マジ今日まで卒業？こっちゃんってラスト配信なんですか？
今年一の衝撃って言ってるけど早くない？今年一の衝撃。そうなんだ、ラストなんだしかも10時まで。え、見たよちょっとだけ、うん、可愛かった、うん、鼻が無理してて。そっか、なんかこっちゃんといえばすごいショールームっていうイメージがある、うん、まずはスルーザナイト。スルーザナイトなんて縁のなさそう。私はルルルル18歳になって監禁、監禁じゃないわ、監禁、監禁、解禁されることって何解禁されるのは何だろう、わかんない。でもなんかそんな変わんなさそうじゃない。まあまあまあ、学生じゃなくなったらショールームが12時までできる。そう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 、それ以外ないの？ないんじゃない？ないの？仕事の枠は増えるのかな。どうなんだろう、ね、そういう掛け事系多いじゃん、ボートレースとかさ。でも掛け事系、その私どうなんだろうね、わかんないです。でも二十歳以上じゃないとやってないイメージなので、多分まだ変わんない気がする。あ、クラッカーありがとうございます。生放送だって。ああ、なるほどね。私収録しか参加したことないですね。あ、そっか、なるほど。競馬でもなんか馬は見てみたいんですよ、お母さんが。競馬じゃないよ、ん、競馬だよあれ、これ競馬って読まないの？競馬なの？競馬の馬、競馬、馬が綺麗なんでしょ？ピカピカなんでしょ？そうだよ、ピカピカね。それが気になる。でも特になんかみんな競馬って教えてくれてるじゃん、マジで。 競争する馬みたいなさ。競馬って思ってたの、ずっと違うよ、あの競馬は競馬だよ。やばい、それは思ってたけど今漢字が流れてきたの。書くのか分からなかった、漢字が分かんなかった以上。やばいよ、勉強しなさいよ。ごめんなさいね、反省反省。一緒に学校行き直さなかいや大丈夫だって、生きていけるよ。だって生きてるじゃん今、大丈夫だよ。んって言われたごめんねごめんね、ちょっと感じ弱いんですよ。そう、まだ17だから。いや、やばいよね、また18だからとか言ってらんないよね、マジで。18になったらなんかもう大人みたいな。運転が取れるね。あー、取りたいね、免許はぜひ取りたい。寒いの嫌なんで。冷めてきちゃったパスタいや、これ私が免許取ったらもう名誉挽回よ。どういうこと？バカじゃない、うんうん、っていうこと。いや、あれは覚えれば取れる。漢字も一緒やん、覚えれば書ける。西くんがね、画面にね、クマを見せてる。うん、クマ、なんだっけ、この名前、このクマの名前、クマジロウ。耳がクマジロウ、耳がクマジロウって申します。クマジロウと申します。17歳のみおまると、クマジロウです。耳があの帽子かぶってたの、あのサンタの。西くん見る？西くん、うん、西くんそういうクマね、そういうクマ、こういうクマじゃなくて、うん、なんとちっちゃいテニービア。クマ頭いました。無理無理、映んなくなっちゃう、うん、無理無理無理、やめときなさい。かわいいクマジロウです。かわいいですね、くまじろ。くまじろ帽子お母さんが今取っちゃった。いや、もう違うなって。まあクリスマスではないな。じゃあ一口食べて終わる。ごちそうさまします
ヤメロさんって免許持ってる。へえ。ヤメロさん免許持ってる。カノさん取りましたよね。すごいこじこじがいっぱいだね。このお誕生日ルームになるとやけにこじこじが似合うね。似合う。朝。うん。ごちそうさまでした。お祝いの動画作ったらどこに送ったら一番見やすいですか？ハッシュタグ野村美桜生誕祭2021。これは全部見ます。見るし、あのいいねとか。いいねとかもつけようかなと思ってるんですけど、ちょっと制限がかかったりしたらすみません。あ、クラッカーありがとうございます。朝でしょ。うちもわかんない。おけまる、うん、嬉しい。みんな私の誕生日をお祝いする準備はできてるか。イエーイ。クリスマスケーキ飛んできた。ありがとうございます。ね、いただきます。あのね、うん、見たい見たい。母子手帳それ。3290g。3290g。野村美桜。3290g だった。かわいいじゃん。誕生日ケーキ。あれ待って、クリスマスケーキって言った私。ごめんなさいね。誕生日ケーキですありがとう、花束ありがとうございます。嬉しいです、シルギフト。え、大きいのそれって。え、これなんか生まれた時間って書いてないの。それ本当に私。本当に私。誕生日ケーキですね、ありがとうございます。生まれた時間が書いてない。明日ホールケーキ予約しただって。すごい、クラッカーありがとうございます。ブラッカー、私もケーキ食べたい。お母さん、あのね、ミオはね、うん、41週もお母さんもお腹の中にいた。40週で生まれるじゃん、うん、41週までお腹の中にいました。胃が勝ちいいなみたいな、うん、ピクリとも動かなかった。おとなしかった、すごくお腹の中に。そうなんだ、面白いな。私の生誕秘話、野村ミオ爆誕2003年2月1日野村美桜爆誕とね、うん、7時19分朝の7時19分に生まれましたね。だそうです。おはようございます。でね、うん、これ驚異的だよ。何？分娩所要時間2時間24分あ、どういうこと、どういうこと。生まれるまで2時間24分で生まれてきた。すごいじゃん、うん、すごい、超スピード出産、うん、シャンってシャンって出てきたからやばい。それめっちゃ聞くんだよね、お母さんから。ミオマジすぐ出てきたみたいな。上手に出てきた、すごく器用ですね、うん、めっちゃ器用です、ね、身長50cm。 これ知ってる、これ知ってる。え、短いな、えらいって。ありがとう、嬉しい。お利口だった、本当に上手に出てきてお利口の子だった。本当に泣かなかったんでしょ、しかもあんまり。ちっちゃい時、あんま泣かなかったね。あんまわがままじゃなかったらしいよ。ただまあ病気ばっかりしたわね。それはそう、めっちゃ病気してたんだよ、みんな。私ちっちゃい時、うん、ちょっと今だから、今この私が健康だから話せますけど、うん、結構ずっと入院してたぐらい。平成16年の1月2日から、うん、生まれて1年経つか経たないかぐらい、うん、1週間ぐらい意識がなかった。だって3週間ぐらいはとりあえず入院してた。私記憶ないんだよね、本当に。なんだっけ病気の名前。この時は細菌性髄膜炎だった。それだ、細菌性髄膜炎になったんですよ、ちっちゃい時にね。とりあえず生まれて15日目で、うん、
呼吸がうまくできなくて、退院してきたけどすぐに病院に戻って、そうなんだ。そこから 3,4 ヶ月ずっと病院にいたかな。でやっと退院してきて、すぐに保育園に行かなきゃいけなかったから行ったんだけど、ちょうど1歳ぐらいの時に、1歳になるかならないかぐらいの時に最近細髄膜炎になっちゃって、また入院してみたいな。4歳ぐらいまでは半分ぐらい入院してたんじゃないかな。でもよくあった病院の景色超覚えてるよ私、4歳ぐらいになるまでは半分は病院で過ごしたと、いやだからね、今歌って踊ってんのマジすごいよねっていう話、うん、運動しちゃいけないって言われてたから、と強くなったよ、元気になったよ、強くなった、うん。で13年後アイドルになりました。そうだよ、13歳で、だから13歳でアイドルになってすぐ14歳になってって感じかな。そうですよ、もう今やこんな健康になって、たくさんの方に愛していただいてありがとうございます。出会えてよかった、ありがとう、嬉しいです。そうなんですよ、そんなこともありましたが、ね、今こうして元気にいられるので、まあ、命ある限りやりたいことをやりたまえ、はい、はい、育ててくれてありがとうございます。17年生きてんだよ、やばくね。もうすぐ18年だよ、やばいやばい、17周年の村見よ。なんかすごい 人食べたみたいな唇してんだけど、やだ、口がでかいからさ、濃いリップ塗るとさ、なんか人食べたみたいな、やだ。いい感じ。お誕生日おめでとう、12時過ぎてからも言ってくださいね、はい、ツイッターめちゃめちゃリツイート拡散お願いしますね。ルーちゃん、ルーちゃんいるの、ルーちゃんどこ、ルーちゃんどこ、ルーちゃん出ておいで、ルーちゃん、ルーちゃん出ておいで、ルーちゃんどこかな、ルーちゃんどこかな、コメントして、ルーちゃんルーちゃん出ておいで、あれ出てこないんだけど、ルーちゃん、あ、すごい3000人も行ってる、ありがとうございます。はい、2月1日、2月に入った瞬間私誕生日でございます。え、何、ルーちゃんが泣けるコメントしてんの、何何何何何、気になるーちゃん、生まれてきてくれてありがとう、2回目、あ、本当だ、ありがとうルーちゃん、ルーちゃんも生まれてきてくれてありがとう、ルーちゃん、ルーちゃんありがとうね、出会ってくれてありがとうね、嬉しいです、ルー、るーちゃん、何、ありがとう、猫もおめでとうって言って、いやー、たくさんの人に愛されて幸せです、ありがとうございます。大事なことなどに2回言う、るーちゃんありがとう嬉しいですね。いやー、ルーとは叶えたい夢がたくさんありますからね。あ、毎回生誕祭になると猫ここって言ってるよ、猫ここ、ここにいる、あー、ひっかいちゃダメ、ユーズかわいい、人相が悪い、人相が悪いはやばい、違うんだよ、寝てたんだよ、太ってるね、やだやだ、ごめんごめん、いや、なんで17歳最後の日くらいさ、ちょっといいじゃん、ねえねえなんかすごい違う生き物みたいだよ耳、耳かわいい、かわいいですね、いいよ、大丈夫大丈夫みんな出してやって、あ
ほらさ、だいやばいじゃん。大丈夫。ちょっと服に毛がつく。下手したらここのレースのところ。そうだよ。猫です。ありがとうございました。やばい、5分くらいで、あと5分くらいで17歳の配信終わっちゃうよ。みんなちょっと言い残したことない？大丈夫？あとでまた755編集したりとかしようかなと思ってるけど言い残したことはないですか？いや、17歳はね、本当にたくさんいろんな嬉しいことがありましたね。神フレでライブをたくさんやらせてもらったりとか、初単独ライブできたりとか、神フレもそうだし、SKE 全体でもそのなんかブラックパールに選んでいただいたりとか、恋落ちフラグの歌唱メンバーに選んでいただいたりとか、そうやってなんか何かに選んでもらい始めた、なんていうの、何かに選んでもらえることができたので、でもなんかそのそれで満足してちゃマジでやばいなと思ってるので、選んでもらってその場所でどれだけ前に行けるかだし、どれだけ上に行けるかなので、そうですね、まだまだ伸びしろしかないなとは思います。なので18歳頑張りましょう。みんな、私はマジでファンの人が一番の頼りだし、ファンの人がいるからここまで来れてるので、ファンの人と一緒に頑張っていきたいなって思ってます。楽しい一年にしましょうね。楽しい一年にしましょう。そう、私はみんなを笑顔にしたい。はい、たくさん会いに来てくださいね。会いたいと思ってくれる人がいればいるほど、きっとなんていうの、活動の変化につながってくるだろうし、そうですね。本当にね、みんながいてくれて応援してくれてるっていうことはもう絶対何かにつながってくるし、みんなの頑張りも私の頑張りも絶対無駄にはなんないので、はい、私はこの調子で頑張りたいと思います。まだまだ、ね、嬉しい。みほまるのメールで一日の仕事が頑張れる、ありがとうございます。また送りますね、待っててください。あ、クラッカーありがとうございます。クラッカー、明日さ、首コキンってやったんだ。明日さ S 公演なの。私いないんだ。それはなんでかって、すっごい嬉しいお仕事があったんだけど、その当日、まあ公演とかぶってて、公演じゃなくてそっち優先になったはいいものの、そのお仕事もバラシになってしまって、明日私なんかあったっけ。でも配信はすると思うので待っててください。そういうこと、明日公演にいない理由はそれ、仕事がなくなった、バラシになりました、急遽。めっちゃ嬉しい仕事だったんだけど、まあ事情がいろいろありますね。そうです。でもそういう嬉しいお仕事にも巡り合えるいい一年でした。あと1分だ、やだー、あと1分だ。あ、10時からお姉ちゃん配信するみたいなので、ぜひ見に行ってあげてください。はい、17歳、本当に応援ありがとうございました。18歳のみおなるも応援よろしくお願いします。やったね、みんな。あ、ありがとう、アイテム。みんな本当にありがとう。で、2月は大富豪も頑張りたいなって思ってるので、ぜひ私のカードをセットしてプレイしてください。ではみんな、18歳のみおまるめちゃめちゃお祝いしてね。会えない分 SNS で盛り上がりましょう。お願いします。18歳もよろしくね楽しかったです。17歳、またね、みんな幸せです。サッチーサッチーサッチー、17歳、バイバイ。